ミチャエル・ニコラス・サントス・ロサディージャは、ウルグアイ・モンテビデオ出身の同国代表サッカー、選手、CA タジェレス所属、ポジションは FW。モンテビデオに生まれ、同国の CA リーベルプレートで、トップチームに昇格した。2011年2月13日のランプラ・ジュニオルス、FC で、53分に、フェデリコ・プッポに代わって投入され、国内リーグ初出場。 2012年4月28日の CA フェニックス戦で81分からピッチに立つと4分後に逆転弾となる自身プロ初得点を記録し2から1での勝利に貢献した。翌月28日のラシンクラブ戦では10分間で2枚のイエローカードを受け、自身初の退場処分となる。2014から15シーズンには21得点を記録。また、 コパリベルタドーレス2016では、グループステージで3得点を挙げた。2016年7月5日に4年契約で、スペインのマラガシー F に4年契約で移籍。不安で、ラモス監督の下、10月23日の CD レガネス、戦で79分に、ホニー・ロドリゲスとの交代で加入後初出場。11月4日のスポルティングで悲ホで35分に、 ホニーに代わって投入されると78分に加入後初ゴールとなる決勝点を上げ3から2での勝利に貢献する。2017年8月14日、スペイン2部へ降格した基本に1シーズンの期限付き遺跡となることが決まった。同クラブではレギュラーとしてプレーしリーグ戦36試合出場17得点を記録。2018から19シーズンは CD。 デガネスへドライローンとなり、再び一部リーグでプレーした。2019年8月21日、デンマークの FC コペンハーゲンに4年契約で移籍。ダメエンドイエやヨーナス・ビンドラ前線の選手に負傷者が続出したクラブにアウバロ・サントス以来のサントスとして加入した。8月22日に行われた UEFA。 ヨーロッパリーグプレイオフのリガー FC 戦で、ストーレ・ソルバッケン監督によって、後半開始から投入され、加入後初出場。9月15日のホブロ IK 戦で、スタメンに名を連ねると、25分に加入後初ゴールを記録した。2020年9月14日、レガネスにローン遺跡で復帰した。2021年2月7日、アルゼンチンの CA、タジェレスが、 保有権の半分を買い取り、同クラブと3年契約を締結した。コパスダメリカーナ2015エクアドル戦に向けた、練習にて2015年6月17日に、パンアメリカン競技大会のサッカー競技に参戦する U-23 ウルグアイ代表として、18人のメンバー入りを果たした。同大会で5試合に出場し、ブラジルから得点を奪った。 2015年8月29日に、オスカルタバレス監督から負傷したアベルエルナンデスに、代わり A 代表に初招集。9月8日のコスタリカ戦で、ホナタン・ロドリゲスに代わって投入され、A 代表初出場となった。ありがとうございます。